何というかご存知ですか。皆さんがもらったのはこれ 何ですか。シュガーケインと言います。これも、お砂糖ですね。他の味がします。次の曲に行きましょう。スパイク・ジョーンという、1940年代の、編曲、作曲家ですが、彼の特技はコメディ、面白おかしく、編曲するのが得意な方です。多少説明が必要だということなので説明させていただきますが、3曲からなります。1曲目は男の子が、自分の誕生日がクリスマスと重なったおかげで、自分はプレゼントに1年に1回しかもらえないということを嘆いている男の子の歌です。お分かりですか。2曲目は、いい子にしてたら何でももらえるよっていうふうに言われてた女の子が、それだったら私はカバですね、哺乳類のカバをクリスマスプレゼントに欲しいとダダをこねてる。最後の3曲目は、男の子と女の子が、彼らはいい子にしてなかったのでクリスマスプレゼント今年はなしと言われちゃったもんで、それで嘆いてるという曲なので、お楽しみください。Christmas
much for Christmas. Only hippopotamus will do. No crocodiles or running rhinoceroses. I only like hippopotamuses. And hippopotamuses like me too. Frog in Susie's bed. Somebody